あれは何？ゴーンってなんかね。見るわね、地図。私らが今いんのが現在地高で。これ根本頂道。大高堂があって根本頂道。隅堂があってこっち。延暦寺会館。あ、ケーブルがあるわ。ケーブル延暦寺、こっちか。どこや。はいはい、ケーブル延暦寺は坂本や、滋賀県。あ、坂本や。あ、坂本ちゃうな。あ、これ延暦寺はセンターがこうやな。こっちや。うん、曲がり道を、まあ、こっち側からで左へ行ったらバスセンターね。だ根本中堂まで行ったらまた一遍戻ってこんだからな、これやったらね。こう行ってこうやな。うん、そうやな。うん、で、ここでなんかで、あるだったかな。あ、でもここでなんか延暦寺バスセンターで食べるかこっちだよ、どっちがいい。どっちかやな。延暦寺バスセンターの種類が揃ってるかな、やっぱり。いや、わからん、それは。うん、まあ行ってみたらええじゃん。うん、行ってみよう。聞いてくれよかった。延暦寺バスセンターのやつと、なんか、でも、おうどんと。根本中堂これやね。いや、まだまだ。あ、ちゃうか。阿弥陀堂が向こうにだけど、決まってんのかな。決まってるみたいな。ああ、はい、決まって。ちょっと待って。こうで、こうで、こう来てきた。はぁはぁはぁ、わかりました。ゴーン。どっち行く？行ってみようか。はい、あっち行ったらバスセンター戻ってまうからな。はいはい、うん、ちょっと待って、今私らいるのはここで、うん、そっち、これまっすぐ、この後ろまっすぐ行ったらバスセンター。はいはい、どっちもいいけど、うん、バスセンター戻って食べてからこっち行ってもいいけどな、また。じゃあバスセンター行って戻って食べようか。そうしようか、うん、まだ戻って行かないと。はいはい、これでよかったね。ほら、ちょっとまだ2時40分なってるんだから帰ってこっちの方が良かったわ。早く帰れて。いつか幹事さんやるんやったら、そのルートね、みんなに教えてあげた方がいいな。はあ、坂道登るのしんどかったけど。きつかったか。階段登るのしんどかった。でも綺麗ななんか緑のなんか森林浴の道でよかったね。まあ気候もええしな、今ほんでな。結構よかった。これが何？美術館？国宝で。あ、さっきないよ、ここで。あ、そう言ってたね。あ、こうくるっと回ってきたよね、と。そういうことか。はい。はい。
はいはいはい。